皆さん、こんにちは。歌手の森高千里さんを知っていますか？私の夏や風に吹かれて、気分爽快やララサンシャインなど、数々のヒット曲を出してきた森田理香子さんの性癖やダブル不倫の噂、子供のことやその子供の病気、少女時代の写真が流出していたことなどについて気になっている人は多いでしょう。そうした話題について詳しく解説しますので、気になる人はぜひチェックしてください。森田千里さんは1969年4月11日生まれで、2023年現在の年齢は54歳です。大阪府の出身で、1987年森田千里さんが18歳の時から歌手として活動しています。森田千里さんは先ほども解説した通り大阪府で生まれますが、幼少時代に一家で熊本県に引っ越しています。実家は喫茶店オレンジヒルを経営しており、森高千里さんがデビューしてからは店内に森高千里さんの写真やパネルが飾られ、メニューにも森高千里さんの名前を冠したブレンドティーがあったそうです。森田千里さんは九州女学院在学中にルパラディを結成してバンド活動を始めます。森田千里さんはボーカルのイメージが強いかもしれませんが、実は当時はドラムやベースギターも担当していたのです。高校を卒業したら熊本でピアノの先生になるつもりだったようですが、1986年夏、大塚製薬が主催した第1回ポカリスエットイメージガールコンテストでグランプリを受賞し、芸能界に興味を抱くようになります。しかし友人と共に軽い気持ちで受けたオーディションに受かると思ってなかった森高千里さんは、自分が一番びっくりしたと語っていました。そして同コンテストで審査員を務めていた糸井重里さんと CM で共演することになるのです。同年冬に芸能活動を本格化させるため上京し、同時に堀越高等学校に編入します。1987年春、東宝映画あいつに恋してにヒロイン松前千里役で出演し、同年5月25日に同映画の主題歌ニューシーズンで歌手デビューを果たします。当初は女優タレント活動と両立して歌手活動を行っており、芸能界デビュー後初めてのレギュラー番組は TV ハッカーでした。そして同年9月7日の渋谷ライブインでの初ライブをきっかけに、徐々に歌手活動に重きを置くようになります。1988年アルバム「ミーハー」のタイトルトラック「ミーハー」で初めて作詞を手掛けますが、同年夏ツアーのリハーサル中に腹痛で1週間の入院生活を余儀なくされ、それを機に女優タレント業との並行活動を断念し、歌手活動に専念することになったようです。この時期の入院体験をもとにザ・ストレスを書き、歌詞のユニークさが注目されて、それ以降ほぼ全ての作詞を自ら手掛けるようになるのです。1993年1月25日、森高千里さんは渡良瀬橋という楽曲をリリースしました。渡良瀬橋は栃木県足利市にある実在する橋です。森高千里さんは栃木県で暮らしたことはないものの、この楽曲を作る際に地図を広げ、言葉の響きの美しい川や橋を探したところ、渡良瀬川という文字が気に入ったそうです。また以前に足利工業大学でライブを行っており、現地を採訪して橋の周辺を散策、そのイメージを使って歌を書いたのでした。リリース後は多くの人にこの楽曲が愛され、足利市から感謝状を贈られたり、2007年に渡良瀬橋と夕日が共に見える場所に歌碑が建立されました。他にも2015年7月24日には足利市より足利輝き大使に任命され、橋の最寄り駅である東武鉄道の東武伊勢崎線足利市駅に列車接近メロディーとして、 JR 東日本の両毛線足利駅に発車メロディーとして採用されました。その後数々のヒット曲に恵まれていき、森高千里さんの知名度はどんどんと上昇していきます。森高千里さんは1999年6月3日、1995年から交際を続けていた俳優の江口洋介さんと結婚します。
森高千里さんが体調を崩したため病院で検査をしたところ、妊娠3週目であることが確認されたこともあり、これを機に結婚を決意したようです。2000年2月に長女、2002年5月に長男を出産し、1999年末に産休に入って数年は育児を優先するため表立った芸能活動は抑えていましたが、休業期間中も CM や雑誌の連載などの活動は行っていたようです。自身の楽曲で自ら楽器演奏を行っているが、1998年に発売された泉谷茂のアルバム私には夢があるってドラマーとして参加するなど、他のアーティストの作品に参加することもあります。森高千里さんは2017年5月25日歌手デビュー30周年を迎え、2019年1月の狭山市を皮切りに12月仙台までの実に21年ぶりの全国ツアー36カ所37公演この街ツアー2019を行い注目されました。久しぶりのコンサートツアーが好評だったことを受けて、2020年6月から2021年にかけて同タイトルの全国ツアー第2弾を行うことを公表しましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて2020年内に行うコンサート全日程について2021年に延期または中止することを発表したのです。そんな森高千里さんの性癖が注目されています。森高千里さんは先ほども解説した通り、1999年に江口洋介さんと結婚しています。実はこの江口洋介さんは頻繁に SM クラブに通っていた過去があり、森高千里さんが女王様で夫婦プレーを楽しんでいるという噂があるのです。本当にこうしたプレーを夫婦で楽しんでいるなら、森高千里さんも根っからの M だということになります。もともと江口洋介さんが SM クラブに通っているという噂はかなり有名だったために、こうした噂が流れたのだと思われますが、もちろん真相ははっきり分かっていません。また森高千里さんは過去にダブル不倫を起こしていたという噂も浮上しています。その相手は芸人の渡部健さんです。これはポストセブンで報道されたことですが、渡部健さんは佐々木希さんと結婚していますので、もしこれが本当であれば間違いなくダブル不倫ということになります。森高千里さんと渡部健さんとは2人で MC を担当したことがあり、2人とも息ぴったりの司会を務めました。渡部健さんは森高千里さんとの MC はもうバッチリですと語っていますので、2人の関係が深まっていることは想像できます。しかしこうした仕事の関係でダブル不倫をしていたと結びつけるのは無理があります。しかし渡部健さんは森高千里さんとではありませんが、過去に不倫騒動を起こしたことがあるため、森高千里さんとの噂も出てしまっているのかもしれません。真相は分かりませんが、さすがの渡部健さんも有名歌手である森高千里さんに手を出すようなことはないと思われます。森高千里さんと江口洋介さんとの間には先ほども解説した通り2人の子供がいます。2000年2月に長女が誕生し、2002年5月に長男が誕生しています。長女も長男もすでに20歳を過ぎているということになります。そんな森高千里さんと江口洋介さんとの間に生まれた子供には障害があるという噂が広がっているのです。インターネットでそうした噂が一時広がったようですが、この噂は本当なのでしょうか。しかし実際に森高千里さんと江口洋介さんとの子供にそうした事実はないと思われます。なぜそうした噂が広がってしまったのかは謎ですが、有名芸能人の子供には何らかの噂が流れてしまうことはよくあることです。その大半が事実ではないことから、嫌がらせのような情報を流しているのでしょう。森高千里さんも江口洋介さんも超人気芸能人のため、二人の結婚を羨ましく思った人が嫌がらせの噂を流しているのだと思われます。そんな森高千里さんは過去の彼女の写真が流出したという噂もあります。10代の彼女の写真で、どうやらデビュー前後のもののようで、野暮たい写真も中には混ざっているようです。気になるのはなぜそんな写真が流出したのかということですが、一説には同業プロダクションの嫌がらせという噂もあります。その流出した写真は人気歌手の森高千里さんとは思えないほどのダサい顔で、さらには彼女の30年以上も前のグラビア写真もあるようです。
インターネットではダサい彼女に対する書き込みだけでなく、性軽説まで流れてしまいました。それでも彼女の人気は今でも衰えていません。今後森高千里さんがどういった活動を起こすのか、みんなで見守っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。